前回のハードライン。俺から逃げられると思ったか。ドーズに報告書を送ってやる。ブリーフケースに携帯を隠せば追跡できる。ドーズの汚い金を戦場前に奪って手に入れようってこと。絶対気に入るぜ。バン。そりゃなんだ。ドーズの金の隠し場所外れたぜ。来るな。まだだ。蹴りはついてない。そうだろうな。お前を待ってるぞ。医者がいるわ。また本物の病院の医者。警察に捕まる羽目になるぞ。今ダメだ。どうするのよ。これは明らかに罠よ。ああだろうな。なら来るな。俺はどうぞやる。いいえ、私も一緒に行くわ。おい聞いてくれ、医者に見せなきゃやばい。なら急いで。待て、ここはブーマーの町じゃない。闇医者を知ってるのはお前だけだ。どうしても行くの。ドーズなんて大価値はない。ここまで来て引き返すことはできない。絶対にドーズは追ってくる。それにもう三つの州でお尋ね者なんだ。他に行くところがあるか。ボートに戻るんだ。行かせてやれ。あんたと組めてよかった。別れるのは残念だ。またな。ああ、またな。あなたは乱暴に行くしかないのね。分かってたことだろ。なら警部報告だ。島に到着した。なるほど、そうか。同じ周波数とは奇遇だな。君は元気か。そう焦るなよ。顔を見ればわかる。こんな独立。
探せ。チェックしてみよう。そこを調べろ。奴はまだ近くにいるぞ。そこを調べろ。手をしっかり上げろ。冷静に行こうぜ。おい、そこは見てた。仲間がやられた。やろやつはこっちに来た。おい、こっちだ。私の立場は分かっているのか。もし私がいなくなればどうなるか。俺には関係ないな、警部。そうだな。手を挙げておけ。わかった、わかった。ただの気のせいか。おい、なんだ。ナスカ。おい、なんだ。音がしたと思ったんだが。
なんだ。なぜ？絶対下ろすな！仲間をやってやっ動くな手を上げろああ確認しろ全部確認しろ誰かいないか確認見つけたI'm gonna go get some more.
待ってろ。止まれ！このクソ野郎！確認しろ。全部確認しろ。
なんだ。誰もいない。動くなよ。待て、おいな。誰かいないか確認するんだ。確認するぞ。おい、なんだ。後ろを任せろ。こっちだ。この見つけた。野郎がいたぞ。やつはどこだ。やつを止めろ。聞こえているか。いや、そこまで来ている。そっか、君にはもう一度会いたいと思っていた。なら言っておくが、きっと後悔するぞ。
止まれ、そこを動くな。わかっ絶対下ろすな。わかった。上げるんだ。冷静に行こう。何か見えた。あ、くそ。辺りを調べる。おい、おい。見えるように手を挙げて。うん。何を言ってる。オフィスのドアは開けておこう。この近くで間違いない。見事なものだ。だがその必要はないぞ、刑事。武器は持ってない。信じると思うか。あ、よせ。しっかりと手を挙げておけ。それでどうする。私を逮捕するのか。昔の俺ならそうした。ああ、ストダードの件は知ってる。そして盗みを働くために国を横断してきたんだったな。君は私の知る限り最も凶悪な犯罪者だ。しかし私は君が無抵抗の相手を撃てるとは思わない。本当に私を殺すつもりならとっくにやってる。本当の望みは何だ、リック。差し出すものに。そう、その言葉が聞きたかった。だったら何を。世界を一つ。共に組織を動かそう。私の巻き跡はそれについてくれないか。俺はあんたのビジネスの結果を証明してやったぞ。だから君が必要なんだ。あ？ここへ一人で来た。よく見ろ。仲間は別の場所でよ。違う。君が遠ざけたんだ。気づいたんだろう、自分が何者か。警官ではなく犯罪者だと。
なんだと。ああそうだ、お母さんは元気かね。君が引き金を引いたとき、私は驚いた顔だったが、私のデスクのそばの本棚、その後ろに通路がある。それを使え。私が君をはめたのは、君は割り切れないと思ったからだ。正義の味方は常にそうだ。けれど、望みを捨てられず手を差し伸べた。君は違うのではないかと。君の味方では私のしたことは罪なのだろう。人を操り金を儲けた。だが違う。私が付き合った警察の署長や局長連中がいかに協力的だったか驚くだろう。彼らが悪人だったわけではない。全ては命を守るためだった。ドラッグを選んだのは客の方だ。そして死者は減った。警官、犯罪者、全員だ。そして誰もが目をつむった。君以外は。私が築き上げたものは壊せない。あまりに多くの人間の命と名前がかかっている。おめでとう、刑事。全て君のものだ。なんてことだ。さあ、それで君は何をする？Shit.